とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン15、20周頑張っていこうと思います。かなり時間はかかるんだけども、頑張っていきますよ。で、コメントで、持ち込みのやり方がちょっとわからないっていう方がいらっしゃったので、それをちょっと説明してスタートしますね。まず、地図を開いて、タワー、ここにカーソルを置いておいてください。で、キャンセルして、次にマップを開いた時でも、タワーの上にありますので、すぐタワーに入ることができます。まずこれを準備してください。そして持ち込みしたい装備をつけて、HP を落下ダメージギリギリまで減らします。まあ、これぐらいで大丈夫だと思います。んで、自分が持っていきたい装備をつけて、落下で死にます。で、死んだ時に、再始動まで残り何秒っていうのが出ます。3、2、1とカウントダウンされます。それが残り2秒ぐらいになった時にマップを開いてください。OK。で、タワーに入ります。そうすると、入った時にチャチャーンと、復活音がしたと思います。この復活音がしたら、100% 成功です。まあ、タイミングがちょっとずれて、復活音がしなかったとしても、成功することはあるので、うん、まあやってみてください。まあ、うまくできるようになってくると、今みたいに入った瞬間ぐらいに復活音がするようになりますので、そうすると成功です。俺はもう、だいぶやりまくってるので、100%、ほぼほぼ 100% かな。成功させることができます。はい、これで、持ち込みバグが完成です。では、20周行ってきますね。一発目、良くないね。でも、一周どれぐらいかが分かりました。12分ぐらいだね。12分ぐらいで一周可能。ということは、前回の14よりも、5分ぐらい早く、周回できますね。これは、いい感じ。おーおー、エンチャントはいいね。エンチャントいい。うん、あ、まあ、これは良くないけど、こっちはいいな。OK。ということで、残り19周、いきます。2周目。出てる、出てる、出てる。無謀1が出てる。今回もこの感じ？やっぱ無謀ってつくな。お、お。あ、悪くない。うん。流れ込む魂と重力、虚無。うん、あ、でも使わないかな。はい。ああ、なるほど。雷フォーカス2か。2ね。3の帯電だったらいいけどね。いや、エンチャよろしくない。次。どうだ？これは良くないね。ああ、でも、ダイナモと貫通がついてるね。え、オートクロスボウの連射で貫通はつくのか？あ、どうだ？どうだ？あ、ダメか。あんだけ速度が上がってたら、釣り竿と同じで連打ができるかなと思ったけども、無理でした。お願い！おっと？これは重力があるね。あ、ショート棒これ良くないね。よろしくない。どう？あー、下はいい。下はいいけども、旋風はつかなくていいな。リフレッシュ、追い打ち、まあ、クリティカルでもいいよ。で、シナジーがついてるから、虚無がね、黄金についててくれればよかったけどな。旋風はね、今はちょっといらないかな。はい。お、お、怒り。あー。よくないね。虚無と、リフレッシュがもうごっちゃになってる。まあ、シナジーはいいよ。一番右が良くない。旋風も強打もどう使う？で、爆発、ああ、いいじゃん。虚無か、リフレッシュが、一番右に行ってくれてたら、使えたね。よろしくない。今日は意外といいかもしれない。ダメだ。
いいかもしれないのはね、あるんだけどね。やっぱり旋風とかが黄金につくとダメだ。うん、爆発1。これは良くないな。そろそろ一つぐらい欲しいね。お、クールダウンだけか。でもクールダウンついていてくれると嬉しい。あ、それプラスほらね。タンブルビー、シナジー、いい感じだよ。おー。でも違う。どうだ？あー、このね、火炎フォーカスもいらないんだ。で、やっぱり、無謀がつきやすい。使えってことだね。はい。あー、まあまあ、重力だな。あ、痛みのね、1,2 がついても嫌だね。痛みは嫌だな。スタン、ガードストライク、虚無、シナジー、回復手段がない。輝きじゃちょっとね、回復しきれないんだ。10回目ですかね。お、これが、いや、ガントレットはな、別のやつだったら強かったかもね。リフレッシュでダイナモ痛み両方選べる。いや、痛みは良くねえか。連打系痛みはダメだ、使えない。で、重力でしょ。で、爆発かクリティカル選べるんで、おー、悪くなかったと思うんだけどな。あー、はい。それでは後半戦いっちゃいましょう。汚れは良くないね。どう？重力リフレッシュ、あー、重力リフレッシュぐらいですね。横は旋風がついてる。あー、よろしくないですね。どう？槍、どう？旋風がついてる。下はね、まあまあまあ、重力とリフレッシュはついてるけどね。残り2つがよろしくない。お、重力1。黄金にはね、重力ついてくれると結構嬉しいよね。重力とかリフレッシュ。で、これは、まあ、使えなくはないかなっていうところですかね。どうでしょうか？なんか同じようなのが出るね。あ、エンチャ自体は悪くないと思うよ。重力と激怒、で、虚無ダイナモ選べて、で、右をマルチショット、悪くないと思うんだけどね。まあ、使わないけどね。リフレッシュ1はダメ。よろしくない。リフレッシュもね、1,2 が出るとちょっとショックです。どう？なんか似てるな。出るやつが似てるぞ。ダメです。そろそろなんかお、いやー、違うな。虚無はね、まあまあ、に妥協はできるんだけど、そうね、リフレッシュ、まあ、アンチャンティング横に行ったりとかね、そういうのがあれば使えたけど、これはちょっと微妙。いらない、いらない。次は、重力、シナジー。スタンもな、この攻撃速度だったら、スタンは結構入りそうな気はするけど、それよりも火力上げたがいいよね。まあ、衝撃波っていうのもよろしくない。クリティカル3がついたか。あ、使えなくはないね。あ、悪くないか。クリティカル、シナジー、アンチャンティング選べて、で、リフレッシュか。で、一番左が問題だな。そこに虚無がついてれば最高だったんだけども、まあ、ないならば、まあ、火力はちょっと低くなるけど、雷とか、吸血を入れて耐久力上げるか。悪くないぞ、悪くない。これは良くないけどね。あ、悪くないのは来ましたね。お願い。いやー、来ないな。まあまあ、ぼちぼちのやつはあるんだけど、今回のはダメだね。残り3回、何か来てください。お願い。ラス3。ラス3なんかいいぞ。あー、でも、黄金良くない。黄金良くない。下は、まあまあ、
重力リフレッシュクリティカルでぼちぼちだけどね。なぜ黄金かな、黄金じゃない輝きか、こっちはクリティカル1か。まあスポンジストライカーはねちょっとね、前だったらよかったかもね、痛みがついてて。問題は次どう。ああ虚無リフレッシュついてるけども、チェーンか、どうなんだろうね。黄金は痛みかダイナモで当たり旋風。あと2回またガントレットかい。まあ締め具だったらよかったかな。選べるよね、ダイナモ虚無リフレッシュのやつと旋風衝撃波。あーでも輝きがないか、それだったらまあ使わないね。はい、ということであと1回、あこれも旋風じゃなかったらよかった。これラスト、ラストが良くない、多分いらないよ、間違いなくいらない。あーでも惜しいかな。ソウル系が2つついてるんでもうちょっとついてくれればよかったと思うけども、いらないね、よろしくない。はい、今日も20周頑張りましたけども、そこそこのやつがちょっと出た感じだね。最高のやつ今度出てほしいです。また頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。